プラットホーム、富吉駅は、愛知県天郡蟹江町富吉一丁目にある、近畿日本鉄道名古屋線の駅である。駅番号は、e、E09。当駅に隣接して、富吉県尺が設置されており、当駅を、始発、終着とする列車が多数設定されている。島式ホームに面に線を持つ、対比可能な地上駅で、京上駅舎を有する。改札口は一箇所のみで、 出入り口は南北双方の UR 賃貸住宅内にある。駅北側には富吉車庫が隣接している。なお、駅構内に蟹江町と愛妻市の境界線があり、駅のほとんどの部分と建築は蟹江町、ホームのごく一部と列車区の建屋は愛妻市にそれぞれ所在する。1番線と3番線が主本線、2番線と4番線が副本線であり、2番線に 到着した折り返し、または入庫車両と後続の一番線通過列車が複装しない。ホーム有効庁は3番乗り場のみ5両分、1.24番乗り場は6両分となっている。1.24番線に8両編成の回送列車が発着するときははみ出し停車する。4番線とその北側に隣接する7番線は双方向に出発信号機が設置されており、4番 乗り場から、桑名方面への発車も可能。なお、通過列車は1番線と3番線の本線を通過していく。名古屋線の折り返し拠点駅の一つであり、普通列車に加えて一部の準急も当駅を発着駅としている。当駅以南のホーム有効庁の関係から、6両編成の準急は全て近鉄名古屋駅当駅までの運転であり、当駅で車両を増結。 開放する列車は設定されていない。名古屋方面からは、準急が朝と夕方ラッシュ時の一部及び夜間は当駅までの運転となっており、普通列車は日中時間帯に毎時2本、朝と夕方には毎時2本から4本が当駅で折り返す。伊勢中川方面へは、早朝に当駅始発の近鉄四海地域及び、津島地域、伊勢中川駅深夜に、 新町駅から当駅終着の普通列車がそれぞれ設定されている。当駅では列車待避が頻繁に行われており、早朝、夜間と日中時間帯を中心に準急と普通の接続を取る場合がある。近鉄カニ駅管理の有人駅でピタパーイコカ対応の自動改札機及び自動生産機が設置されている。2008年までは窓口にて特急券と 定期券の購入が可能であったが、翌年以降は特急券と定期券の取り扱いが廃止されたため、近隣の定期券、特急券販売駅で購入する形式となる。富吉駅の各年度の利用状況を下表に示す。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。 1999年3月31日までは名古屋鉄道全府都線が駅北口に乗り入れていた。ありがとうございます。